どうも、ネギちゃんの片桐です。田中です。はい、今回はですね、教えて田中先生の回です。はい、はい、どういうことかっていうと、ちょっと最近自分悩んでるのが台上レシーブなんですよ。まあ、正直、まあ、めちゃくちゃ苦手で、まあ、なんとなくはやってるんだけども、すごい苦手です。特になんかダブルスとかフォア前とか、まあ、主にそこが難しいんですよ。バックはね、まだね、いいんですけど、まあ、だからそこのフォア前の技術をちょっと教えていただきたい。はい、はい、だからちょっとまあいろいろストップとか流しとか、まあ、いろんなことをちょっと最初やって見せてもらおうかなと思います。はい、早速見てみよう。はい、それではやっていきたいと思います。わお、わお、わー、スムーズ。わお、オッケー。わお、もう上手いじゃないですか。どう見ても細かいところ教えてもらおうかなと思います。リンクチャンネル。まあ、もうメインは逆、正直逆横系とかナックですね。マジで苦手なんですけど。はい。田中コーチ的な考え、まあ、まずストップ以降。何が一番正直簡単ですか。ストップ、流し、払い。ストップですか。おお、ストップが一番簡単。はい、じゃあストップでお願いします。はい、でですよ、なんかこうすごい柔らかい気がする。ちょっと教えてください。じゃあまず、はい、このナックルがまず来ました。下回転、うん、これは打点をちょっと早いようで、タタン、やっぱりタタンをついてすぐ、ついてすぐっていうイメージはなくて、頂点前、だからついてすぐっていうよりかは、ほんと頂点の少し手前で、あ、当てるイメージ。横を当てるのじゃなくて、もうまっすぐ、まっすぐ、まっすぐもボールに対して打ちたい方向に対してまっすぐ向けるってこと。まっすぐ向けて、これはクッて切ってるのか。いや、切ってないですよ。あ、切ってない。ほぼ力は抜いて、バック抜いて、うん、当たる瞬間にもう乗せてる、乗せる、はい、こういうイメージ、はい、タイミングよく乗せてるだけなので。どうな、あ、ちょっと切る。いや、力は一切入ってない。このナックルの回転を利用して、まあ、勝手にラケットが入ったらかかるような、力はもうほぼ入れてないです。もうガツっていく感じじゃないんで、はい、ちょっとまあでもスイング的には見てると、こうちょっと上から押さえてるようにはやっぱり見えるけど、うん、ちょっと蹴る、角度だけ合わせて、あ、そうです、ちょっとこう少し進行方向に対して振っていくような感じ。下はもっと切れてるので、もうナックルより力を抜いて、この回転にラケットを任せるというか、うん、もうこれこそなんか乗せるみたいな感じに近いのかな。相手の台に送るイメージで。ああ、なるほど、なるほど。横が入ると難しくなるはずだと思うので、ちょっとやってみると、はい、逆横行きます。今横ナックルぐらいですね、ちょっと。
横ナックルぐらいの、逆横ナックルぐらいの回転もいきます。そんな浮かないんだよね。でも この逆横回転は先ほどより打球点はもうついてすぐを捉えるイメージ。あ、これ速くなるんだ。はい、で横、ボールの横を捉えるんですけど、横ってあれ、右と右側、はい、右側、ボールの右側を捉えるんですけど、捉えたまま横に押すのではなく、相手のフォア側、はい、フォア側にこう、この角度のまま行く、送るイメージで。これも送る。でも打球点は少し速いところあった。おお、速い、うん、確かに速い、タタンって感じ。で、これ下が入ったら、少し、下が入ってるので当てたら落ちてしまう恐れがあるので、うん、少しインパクトを強くして、うん、当てるようにして、おー、カツって、はい、うん、でも下に向いて強く振るのではなく、上に向けながら。上なんだ、はい、深いですよ。ああ、ほんの少しで、上って言ってもほんの少しだよね、はい、ほんの少しです。こうやっちゃったら絶対浮くから、はい、ちょっとな、まあ、あと相手の横が強いのか下が強いのかによってちょっと多少角度は変わるよっていう話で、はい、ちょっとやってみたいと思います。では今から行っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。縦回転は頂点よりちょっと前、打球点をたたんで早いすぐじゃなくて頂点よりちょっと前ぐらいを、前にちょっと角度を作って打ち点をここに送る、はい、まあこれじゃないですね、これちょっと遅い、これぐらい、はい、で力は入れない。合ってますか？合ってます。合ってますか？仕方は合ってるんですが、今表なので、そこら辺の角度調整は。ああ、なるほど。すいません。もうちょっと立った方がいいです。これぐらいですか？はい。おお、確かに。力入れてないですね。上手い人みたい。はい。もう送るっていうのがもう一番重要な点で、切ろうとすればするほど浮いてしまうんで、うん、もう乗せて送るイメージ、うん、確かにこれも今多分自分がやって思ったけど、送るって言ってもめちゃくちゃこう長くっていうよりはちょっとだよね、なんかちょっとこうほんの少しもう ボール球一ピン球1個分ぐらいをシュッていくぐらいだよね。これ長くなりすぎるとね、多分もうつっつけのが長くなりすぎちゃう。OK です。ちょっと逆横行っていいですか、はい、逆横はついてすぐね、はい、で角度は斜め、右斜めにしてちょっとそのまま前に置く、合ってますか、お、いいか、いいのか、これ今ちょっと開いちゃう。これちなみに開くじゃない、開くてる、角度つくるじゃない、はい、こうやってもう構えてて逆横来たと思ったらピッて出していくのか、はい、ちょっと直前にピッて出すのか、どっちですか。でも初めから出して、作ってそのまま、はい、うん、あと姿勢が高いとこう目線が真下になってしまうので、なるべく落とす、はい、はい、すいません、落として顔近くに、はい、姿勢高かったです。ああ、力全然なかった。来たんじゃない？
あ、難しいです。あー、今押した。やっぱここがもうブレてしまうと、もうブレたら絶対浮いてしまうので、なるべく力は抜くんですけど、開いて倒しないよっていう、はい、もう一度決めたら その角度で調節するように。はいはい。あ、これだ。あ、これだ。結構早く入んないといけないね、これ、はい、めちゃくちゃ早く入んないといけない。でも結構上級者向きかもね、これは。はい、そうかもしれないです。あ、でも確かに逆横系ストップしようと思ったらそうだよね。めちゃくちゃ速い、ね、でも確かに力は今入れてないですよ。力入れた方が飛んでってる感じがする。はい、グッてなるとボーンって飛んでっちゃうから。まあ C、 まあ相手の回転も回転に量によるんだろうけど、下が強くないなら割と立てていい、ね、はい、横強い人であれば。なるほど。これってちなみにストレートにこうやっていけるもんなんですか、ストップとかで逆横。今はメインはこっちじゃないですか、力、相手のこう回転をそのまま。それはもうストレートはやはり難易度が高いので、うん、外を捉えるというより、僕はもう流しの打ち方のストップしか試合では使わない。流し、ちょっとやってもらっていいですか。はい。これは回転に逆らっていくんだね、はい、でクロスの時はその回転を利用してそのままいく、ストレートの時は逆らう、ストレートの時は逆らう。手首を開く、開いて、まあ、ここをこするというよりもこのまままっすぐ当てますね。当てるぐらい。はい。これも打球点は、これは打球点はこれは頂点前です。あ、じゃあちょっと、はい、過ぎたと。これはちょっと自分難しそうなので、この田中先生のやつだけで終わろうかなと思います。はい、じゃあそのままの流れで今日ちょっと流し、はい、までいいですか。はい、トライはちょっとまたね、まあ、うちでも何本か動画出してるし、また機会があればということで、まあ、そのまま流しをやってもらってもいいですか。はい。